大沢本源寺物語は、源氏物語の写本の一つ。大沢本、大沢家本とも呼ばれる。かつて、奈良県の旧家である大沢家の所蔵であったことから、大沢本の名前で知られるようになった。2008年以降は、京都府宇治市にある宇治市、源氏物語ミュージアムで、管理されている。長らく行方不明であったが、21世紀に入って、 再発見された。それまで知られていた、どの写本とも異なる、得意な異文をいくつか含むことでも知られる。奈良の旧家である大沢家の所有であったが、昭和になってから同家を離れており、2008年時点での所有者は非公表である。明治時代には、その存在が知られていたが、明治時代に古典研究家、小杉温村らにより、また、昭和時代初期に、 池田機関によってわずかに調査されただけで、その後大沢家を離れ、長く行方不明とされてきた。21世紀に入って、井春樹によって、その所在が再確認された。中村はなく、保存状態も良いとされる。その後2008年に、現氏物語千年記を期して、その存在が大やけにされ、本格的な研究が始まることになった。個室鑑定により、 伝承筆者として、西行、若蓮、五代五天皇らの名が挙げられている。また大事は、公家のこの絵の豚だ、金霊の下絵は、蚊の三落の筆とされる。様々な系統に属する本文を含む、取り合わせ本であり、青表紙本、河地本の本文を含むが、E. 春樹によれば、半数以上の三十八条は、別本と見られる。別本の中には、 代表的な別本である、陽明文古本や、国冬本に近い本文も、ある一方、別本の中でも他に例を見ない特徴的な本文を、多く含んでいることで注目されている。大沢家の伝承によると、本社本は、豊臣秀吉が、南朝の行員とされる旧家大沢家の、第17代当主、大沢和江と森久に歌手されたというが、 それを証明する記録は現存せず、その詳細な経緯も不明である。当時、大沢森久は直接には、山和郡山に居城を構えていた、秀吉の弟、豊臣秀長に仕えていたとされている。本社本は、赤石の薪など古い時代の形態を備えている薪も、多いが、この絵の豚だから1614年が下代を記していると見られるなど、大沢家に入る。 少し、前、おそらくは、豊臣家の元にあった時期にかけた一部の薪を補射され、全館の表層等を整えられたとみられる。これ以後本社本は、大沢森久の子孫である奈良の旧家大沢家の所有となって伝えられてきた。1661年から1707年にかけて、個室鑑定を受けており、現在54条中16条に筆、個室、領営、 古筆領中による鑑定が残っている。1887年5、6月頃、江戸時代末期から、明治時代の古典研究家、小杉温村は、かつて教部省交渉家の同僚であった、大沢家出身で、江戸時代末期から、明治時代中期にかけて活躍した、国文学者、大沢清美から1892年を、奈良県天下軍と関村七条の大沢家に尋ねた。 その際、大宅家所像の源氏物語の写本も見ては、いたものの、冊数を数えることもなかったという。奈良長報1907年6月11日には、大東宮の後院とする大沢家の紹介記事が掲載され、翌日1907年6月12日の大阪朝日新聞には、大沢家の宝物とする記事が掲載された。同記事には、 大沢家に伝来している、豊か太より玉割りし、源氏物語の写本について、簡単ながら触れており、黒塗り金字の箱入りなどと説明を加えられている。大沢清美の老いである、大沢守中が1907年11月に、小杉温村のもとに本写本を持ち込んで官邸を依頼しており、小杉の官邸への覚書、 鑑定筆記の1907年11月にと2回に、渡って、大沢官2が持ち込んだ、源氏物語の古写本を鑑定した旨の記述が、存在する。この、源氏物語45条という記述については、単なる54条の書き誤りであるという可能性と、この時、大沢官2が、小杉温村のもとに持ち込んだのが54条中45条。 のみであったという可能性があると考えられている。この時期大宅家では、小杉温村に始まり美術研究家で、日本美術院の結成時のメンバーであった、前田公説東京美術学校の校長であった、正木直彦、美術史屋の今泉優作、国文学者の池野辺吉方、宮間長安白様々な人物に本社本の鑑定を依頼しており、これらの鑑定書は、 現在も本社本とともに保管されている。さらに、大沢家ではそれらの鑑定書のいくつかをまとめて、金上下と題して、本にして印刷し、勝負するながらも周囲に配布していたとみられる。この時、大沢守忠氏から鑑定を依頼された人物の一人で、ある池野辺義方は、自身が、源氏物語の本を出版した際にその関東に、本社本の写真一様を、 横笛原本に大和大沢志蔵として掲載しており、その写真について、大沢守るただし指定教との説明を加えている。またこの他に、佐々木信綱も、大和の大沢志望を実験したとしている。その後、1929年頃に、池田機関が後に、高位源氏物語及び源氏物語体制として、 結実することになる、源氏物語広報作成のための写本調査の一環として、本写本を調査している。しかし、この時の調査は何らかの事情で、橋姫以下が未了のまま中断し、再調査も不可能であったらしい。また池田は、当時から本写本と共に保管されていたと考えられる、小杉温村が多くの人物による鑑定書の存在には、 一切触れていない。これは、大沢守中が写本そのもの以外は、不要との判断のもとに、鑑定書を池田には見せなかったためではないかと、推測されている。結局池田は、橋姫以下の調査ができないままに、諸般の事情により調査を中断せざるを得ず、再調査も不可能であったため、行為編に採用することを控えたとして、調査を行った部分の本文についても、 後位源氏物語や、源氏物語体制には採用することなく、戦後になって出版した、源氏物語体制研究編の、現存主要書本の解説の中でわずかに触れるに、とどまっている。その後、本社本は、大沢家を離れ、数十年間にわたって、行方不明とされてきた。 2005年11月、所有者の依頼により当時国文学研究資料館の館長であった E. 春樹が鑑定することになり、数十年ぶりに大沢本の存在が確認される。E. が2008年7月21日大阪府、堺市の大阪府立大学において、幻の大沢本源寺物語と題して講演した。 ことにより、ほぼ同時期に公開された飯島本とともに、大沢本が、マスコミに取り上げられた。当初は、現段階で、公開の予定はない。とされたが後に本社本の管理が、宇治市、現地物語ミュージアムに委託され、所有者と協議の上公開されることになり、2009年10月1日から11月29日までの、間宇治市、 源氏物語ミュージアムで大沢本が展示された。写本の定裁は縦、横が約16センチの四角いマス型本。源氏物語全54条が揃っている。古い部分は鎌倉時代の書者であり、南北朝時代の書者と見られる巻も多く、新しい時期のものは室町時代末期のものである。全館にわたって統一した表層を持っており、 格上の布拍子は、緑地の金ドンスで想定されている。この下大の字は、この絵信忠によるものと鑑定されており、大沢家に入る直前の、おそらくは、豊臣家の元にあった時期にまとめて付されたとみられる。1907年6月12日の大阪朝日新聞の記事、大沢家の宝物では、黒塗り金字の箱入りであったとされているが、 現在は失われている。現所有者が入手した時には、霧製の箱に入っており、またいはるきが見た時には段ボールの箱に入っていたという。角上の一面あたりの行数は、以下のようにまちまちである。角上の筆者が自由な方針で書者したために、このようになったのか、もともと行数が不統一であった本を写したために、 このようになったのかは不明である。現在、本社本には、以下のように数多くの鑑定書が存在することが確認されている。大沢守中は、これら様々な鑑定書のうち、小杉温村明治40年11月、前田夏、茂明治41年1月及び前田公説の鑑定内容の3件をまとめて、金上下と題した本に仕立てており、 勝負数ながらも出版され、周囲に配っていたとみられる。古筆鑑定や前田公説の鑑定による、本社本の各官ごとの伝承筆者は、以下の通りである。桐壺清水田二実周派八儀、清水が二実周うつせみ、大地案、夕顔若紫、羽室三都市松敵歌謡、室三都市公用が三条公厚花円弱連法師、青い二条。 ためよさかきつねやきしんのう。はなちるさとつねやきしんのう。すま、い,いよつねぼう。あかし。さいぎょうほうしみをつくししんこないしんのうよもぎゅうにじょう。ためすけせきやにじょう。ためうじんえあわせにしやまじかんしょうふうにじょうためさだめ。うすぐもにじょう。ためあきやさがお。せそんじぎょうのうしょうじょうたまかずらにじょう。ためあきはつねにじょうため。ただしこちょうにじょう。ためしげほたるにじょう。ためしげ。 常夏な市内新しかがりび正月庵小鉄の分け、柳原ぎは工行工二条うため冬藤ふじばかま、まきは子らうんけいぼうし。ばためや若名下三条辞任柏木三条辞任横笛五大さ天皇にすずむし、ためあゆぎり二条ょうためていごほう、の道近幻小賀の道ちにおおうためお 辞任竹川小倉実況、橋姫正月安、小鉄氏井のも二条ため、正し上げ民部京局沢わ美民部京局宿り木二条た藍、愛、あや上派法しゆ船、柳原厚子二条、た氏う郎かげろう小白手奈良いきよべんぼうしゆ運慶防止本社本は、全体としては牧によって、青表紙本であったり、 河内本であったり別本であったりする典型的な取り合わせ本である。さらにこれまで取り合わせ本の中で別本を多く含むことで知られていた、陽明文古本や保坂本よりもさらに多く別本である牧を含んでいる。さらに別本の中にはこれまで知られている、どの別本とも大きく異なる本文が含まれていることで注目されている。これまで池田機関と い春樹が本社本の各館ごとの本文系統を調査し分類している。池田機関の調査結果は以下の通り。い春樹の調査結果は以下の通り。この大沢本は別本の中でもいくつかの箇所で、青表紙本とも、河地本とも、さらにはこれまで知られている。どの別本に属する社本の本文とも大きく異なる。筋立てや 人物描写の意味内容の違いにまで関わる、極めて特徴的な本文を持つことで注目されている。花園間末ゲ園末には、おぼろきの性格やおぼろきと光る現との関わりにも関係してくる重要な記述が存在する。この部分は、例えば、大島本ではとなっているなど、現在のルフ本では、文が途中で途切れたような形になっており、河内本や、 これまで知られている別本の同文であった。しかしこの大沢本では、この、意と嬉しき者川の,の後に、か、ろかろしとて、闇に蹴るとやなる一文が存在し、途中で切れた形ではなくなっている。いい春期は、このような表現について、一条、金義の、課長余剰などで述べられている解釈が、この大沢本のような本文の存在を前提としている。 可能性があるとしている。なお、これまで知られてきた方の記述については、萩原博道の、源氏物語表尺などで、あえて完全な記述をせず様々な想像を、促すような余韻を残した、優れた表現である。として称賛されてきた。松風巻明石の姫君の状況の描写について、青表紙本とも、河内本ともこれまでに知られている、どの別本も、 上京するにあたって目立たないように、わざと身分の低い人物の一行であるかのような、質素な姿にした。を意味する、軽らかにという表現を使用していたのに対して、この大沢本では単に目立たないように、静かに上京したを意味する、かごやかにという表現を使用している。夕霧干末、光源氏の長男である夕霧の子女の数と順序について、同人は、 頭中将の娘で幼馴染でもある雲モの狩りと、源氏の側近、これ密つの娘富士天使の二人を妻としてそれぞれ数多くの子を設けている。夕霧館末においてその数は全部で12人であるとされているものの、それぞれが誰を母親として生まれているのかについて、写本によって異動が多く、タイ君と大きみといった漢字表記の違いや、太郎と太郎君といった 意味ないように違いを及ぼさない違いを別にしても、青表紙本。青表紙本、川ち本、別本別本この系統の本文の身ゆうぎりの子供を、全部で11人であるとしている。このほか別本では、二郎がない代わりに、白が、雲もいがんのこと、富士天寺のこの二箇所に現れており、一見にと三の中間のような形になっているが、おそらく富士天寺のこの、 二郎を、四郎と書き誤ったのだろうと考えられている。といくつかの系統に分かれており、いずれの本文をとっても、二大宮椎野本竹のも巻宿けかわ、りぎ、手習いなどの他の巻の現れる、夕切りの子供たちの記述のどこかと不正語を起こしてしまうために、いずれの形が正しいのか、古くから、 様々に議論されてきており、雲岩が7人の項を持つ1の形を原型で、あろうとする、安倍昭雄などの説と、雲岩が8人の項を持つ2の形を原型であろうと、する、藤村清などの説が存在しており、現在でも決着はついていない。ところが、この大沢本ではこれまでのほとんどの写本で、共通であった、全部で12人との文言が存在せず、 全部で人との記述が一切存在しない。その上で子供それぞれが誰を母親として生まれているのかについてと、これまで知られていたいずれの本文とも異なる記述になっている。また、同感巻末はこれまで知られている本文ではいずれも、このおなから日のこと、言いやる方なく、とぞ、で終わっており、雲岩が子供を連れて実家へ帰ってしまったために、 夕霧がどうして良いのか困惑した姿で終えるが、大沢本では、この場所に、何はの裏に、の一句が存在するが、これは、押してるや何はの裏に薬師法の唐くも我は追いに、蹴るかな、古今六条第三、水、1792の引歌によると見られる。このためにこの後の夕霧の思いを様々に、想像できるような広がりを見せる作りになっている。 影楼を巻き合う表紙本や河内本などの現在、一般的に見られる本文では、浮船が失踪した後の人々の動きについて、浮船が失踪したことを聞いた二大宮が従者を、使わし二大宮の従者が強い雨の中、遠出て、小ぶりになった頃宇治に着く。その後、浮船の母君が駆けつけ、遺体のないまま浮船の葬儀をする。という筋立てになっているのに対して、 大沢本では、最初に、浮船の母君が強い雨の中を宇治に駆けつけ、葬儀を計画。その後、小ぶりになった頃に、二大宮の従者が到着。夜遅くなって葬儀が始まる。という流れになっており、そのことなりは、写本で、約22ページ、約220行、約2000字分に及ぶ。電気通信大学教授の島内啓治は、 源氏物語の写本ごとの本文の違いは、これまで見つかっているものはせいぜい言葉遣いの違いぐらいで、物語の展開まで違うものが見つかったのは初めてだ。としており、いい春樹は、大沢本の筋立ての方がむしろ自然である。としている。ありがとうございます。